演舞開演。どうも、本日はこちら丸エスの焼きウルメを食べたいと思います。ウルメ、何なんだろう。見た感じはおつまみっぽいです。こういうふうにどう見てもおつまみですよね、これ。ではいただきます。うわ、あれがあるの。ための干物でお魚の旨味は凝縮されているんですが、あの鼻輪と苦味まで残ってしまっているので、そこがちょっと好みが分かれそうです。苦いのが好きという方はいいのでしょうが、苦手という方は避けた方がいいかもしれません。節分に食べるのにはいいかもしれませんけどね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しい。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。